どうも、親父ベースのヒデです。はい、ご無沙汰しております。皆さんお元気でしょうか。親父はですね、すこぶる元気しております。ちょっとですね、期間が空いてしまったんですけど、その間に、水槽のレイアウト変更や生態もいろいろ増えていると思うので、またこれからゆっくりですね、紹介できたらなと思います。はい、ということで今回の動画は APMS、 はい、アピストマンションですね。リビングにドーンと鎮座している多段循環式オーバーフロー水槽の一番最下層で飼育しているアルタムエンゼルとキンペコ、この動画のご紹介になります。どうですかね。アルタムもね、キンペコも、去年の秋ですね、10月か11月ぐらい、地震の後に仲間入りしたんですけど、まあ、アルタムはね、あの秋の便で来たワイルドのやつと、キンペコは大阪、トールマンさんから、よりすぐりを4匹密輸してきたんで、仲間入りさせて、アルタムは今7匹かな、とキンペコが今6匹で購入しています。メンテナンスがしやすいようなレイアウトにしておりますが、お気に入りです。はい、ということでご視聴ありがとうございます。今回もチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。ではでは、この辺で。